ホッチャは、イタリア共和国、プリッテア州の都市で、その周辺地域を含む、人口約15万人の基礎自治体。ホッチャ県の県都である。イタリアの国葬とも呼ばれる、タボリエーレ平原の中心都市である。フォジジは、ラテン語のフォービアから来ており、小麦を貯蔵するための穴蔵に由来する地名である。ホッチャ県中部に位置する。コム面積は、 約508平方キロメートルで全国第8位の広さを有する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。この地域には新石器時代に人類が定住しており、付近にはアルピというギリシャ人の植民地があった。現在のフォッチャの街につながる都市が存在したことを証明する最初の記録は西暦1000年頃のものである。伝説によれば、 最初の移住者である農民は、聖母の像が描かれた遺体を見つけたが、その遺体には三つの炎が燃えていたという。この地域は、湿地帯であり衛生面でも恵まれない土地であったが、11世紀後半に、この地の領主となったロベルトイール・グイスカルドの下で一部ながら、干拓が進み、以後のフォッチャの経済的、社会的発展の基盤を築くこととなった。世紀最後の年間、 ホッチャには、モンテ・サンタンジェロ・ハエンリーコの宮廷が置かれた。12世紀には、シチリア王グリエルモ2世は大聖堂を建設し、都市を拡張させた。シチリア王から神聖ローマ皇帝となったフリードリヒ2世は、1223年に、ホッチャに宮殿を築き、その後しばしば投入した。フリードリヒ2世の宮廷や、彼に仕えた学者たちがホッチャには存在していたわけで、 あるが、当時を忍ぶものはほとんど残っていない。1447年、アラゴン王アルフォンソ五世はパラッツォ・ドガーナを築き、地元の牧羊農家に課税を行った。しかし、このことは、地元経済の衰退をもたらし、土地は荒廃して、再び湿地帯に戻ってしまった。1456年には、地震がホッチャに被害をもたらした。この地の支配者となった。 ウルボン家の人々は、この地域の穀物生産を盛んにすることにより、経済発展を図り、ホッチャーの街も再建された。19世紀、ホッチャーには鉄道が引かれ、重要な公共施設も建てられた。市民はしばしば、フランス人の支配に対する反乱に加わり、1861年のイタリア統一につながった。1865年までに、この地の産業は、 伝統的な牧羊業から農業経済へと決定的に移行した。この地域は歴史的に水不足に悩まされていたが、1924年にプッテア用水が完成することで解消されることになった。ホッチャは南北イタリアを結ぶ要衝となったが、その役割のために第二次世界大戦中の1943年には連合国軍による数度のホッチャ空襲を受け、 市民に合わせて2万人以上の犠牲者を出すこととなった。1943年10月1日、イギリス第8軍がホッチャを占領し、イタリア半島北部へ進撃するための拠点とした。なお、第二次世界大戦中の市民の行動を検証して、1959年と2006年に、イタリア政府から市民金賞と軍事有敢金賞が授与されている。ホッチャには、 以下の分離集落がある。プロサッカークラブとしては1920年創設の U.S. フォッチャがある。ホームスタジアムはスタディオ P のザッケリア。2013から2014シーズンはイタリアサッカーリーグのレガプロセコンダディビジオネに所属する。ありがとうございます。